自分家とかでもできるんで、そう、構えた位置でまずはゆっくりゆっくり、すごくゆっくりです。ゆっくり手だけのジャブ。今足と手を入れたジャブをやったっす。で、最初前、鏡見てください。そう、ジャブ打ってください。はい、ストップ。もう一回ジャブ。そう、で、もう一回ジャブ。で、そこで止めてください。そこです。で、自分で鏡見れてるんで、この鏡で右手隠れてるのはどこかなーっていうのを、まず確かめてほしいです。そうそうそう、最初鏡見ながら、早く早くやるんじゃなくて、ゆっくりでいいから手だけのジャブで、まず自分の手が、右手が隠れるのがどの位置かっていうのを一回確認してほしいです。で、これで確認終わったじゃないですか。次は、そのさっきやってたみたいに、その隠れる位置をジャブで打って、足と一緒に。そう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 、前足と一緒に。で、次は、さっき言ったみたいに、後ろの足で蹴るジャブ。いや、それワンツーです。そうそうそう。いいですよ。そう。で、そう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 。要は3種類できるじゃないですか。まず腕だけの、左手だけの手だけ、足動かさずに手だけのジャブで隠す。で、前足と一緒にジャブで隠すジャブ。で、後ろの足でジャブって感じで。それを3種類を変えていくっす。僕やったらゆっくりまずやりますね。ゆっくり緩急を自分でつけたいもんで、ゆっくりそう。で、手を隠す位置確認して、足を確認して、みたいな感じで、どんどんやっていくっす。そう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 。で、次は、バンってやって、その次はスピードって感じです。1。まあ、最初に順番ですね。手だけ、前足、後ろ足、みたいな感じで、もう、じっくりやっていきます。1、2、で、3で確認終わった。だったら次は、スピード。ターン、ターン。ターンって感じで、はい、ただなんとなくやるのと意識してやるんだったら僕は多分ゆっくりやった方が上達が早いと思います。なんで鏡をせっかくなんで見ていただいて、ジャブをゆっくり手だけのジャブで隠れてるかどうか確認 OK したら、次は前足と一緒に確認、はい、次は後ろ足で確認終わったってことは、次はスピードを意識して 1,2,3 って感じ。そう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 、そんな感じそんな感じそんな感じ、はい、で1,2,3 で次はスピード1,2,3でストップで、そこで次はもう確認も全部終わったじゃないですか。次はもったいない、そこからバックステップ入れるわけですよ。ピョンって後ろに飛ぶ、うん、その飛ぶのが遅かったりとか小さいと多分叩かれます。相手に殴られるんで、なんでさっきの速いジャブで僕に来てください。であ、いいですよ。もう3回、3連続自分の好きなように。はい。1,2,3 って感じです。そうそう。で、それをもう一回やってください。1,2,3で前とこの足と足を当てに行く感じで後ろにバックステップできます。はい、せーの。1,2,3、トーンってやるのどうす、うん、さっきより遠く飛べてないです。っていうのも確認したらいいじゃないですか。要は、自分がただ単に、ピョーンって飛ぶんじゃなくて、あ、この距離やったらもらいそうとか、うん、はい、なんとなくわかると思うんで、で、さっきの足の使い方で、あ、バックステップ遠く飛べたとか、だんだんわかってくるんで、なんか適当にこう、いろいろやってるよりも、ちょっとずつやった方がいいです。ジャブやったらジャブだけゆっくりやるとか、一個一個片付けていった方が、だからみんな適当にやってると、そんな、上達が遅くなっちゃうんで、あ、ゆっくりやりましょう、ゆっくり。そうそう、ゆっくりですよ。1、2、3。で、次はスピードアップ。おー、うまかった。さっきの上手じゃないですか。はい。もう一回。1、2、3。で、そういうこと。で、やると、もう一回また打てるじゃないですか。それで次は繰り返しできることです。要はバックステップして元の位置に戻ったから、同じことだったらスピードでやっていけばいいじゃないですか。うん。最初の、ね、最初はゆっくりやったけど、もう慣れたんで、じゃあ、ちょっとスピードアップで3回連続でやって、繰り返してください。じゃあ、2回だけ。いいですよ、繰り返して。はい。1,2,3、バックステップでもう一回繰り返す。1,2,3でバックステップでやると、なんか動きになってます。うん、あ、今ので、ね、あ、なんかテーマ持ってやっとんかなって感じがわかるんで、まあまあ参考程度に。